はい、こんにちは、レトルトと申します。今回はね、プレイステーションのゲームゲゲゲの鬼太郎というゲームをやっていきたいと思います。こちらね、21年前に発売されたゲームなんですけど、当時の子供たちをね、トラウマのどん底に叩き落としたと噂の、ゲームです。一時ね、ネットで結構、このゲームをやってる方いらしたんですけど、いや、ものすごく怖いと聞いております。びっくりするぐらい怖いし、主人公は鬼太郎じゃないんですけど、この鬼太郎のなんかね、不安感とかがものすごく、出たいいゲームらしいです。ちなみに今ね、鬼太郎のアニメもやってるってことで、キッズたちもわかるんじゃないかなという感じなんですけど、ものすごく怖いらしいですね。やっていきましょう。スタート。どうやら3つのシナリオがあるらしくて、学校、ゲゲゲの森、肉人形と、この3つのシナリオがありまして、この学校と肉人形がものすごく怖いと、友達が言ってました。ゲゲゲの森はやらなくていいと友達が言ってました。なのでまずは、難易度が中ぐらいの学校からやっていきたいと思います。おい、ちなみにどんなゲームかはもうほとんどわかんないですね。学校、まあ、学校ってだけでもホラー的なものとしてはもう怖いからね。学校が舞台ってだけでちょっとね、なんか怖いものをね、想像させるというか、ヒヒヒ、ようこそ鬼太郎の世界。もうロード画面が怖いもの、ロード画面が怖いです。ここだけの話よ。お、喋る。最近1年生の登校拒否が増えてるでしょう。あら、あれどうやら登校拒否じゃないらしいの。女子校なんだ。みんな校内で行方不明になったまま帰ってこないらしいのよ。それに工事を始めたばかりの新体育館の建設現場で異常なくらい事故が多発しているって話と、新体育館建設予定地、なんか関係あるのかしら。おい、内山と田中今日の放課後補習を行うから二人とも教室に残るように。うわあ、もうこんな悪い怖い噂流れてんのにさ、補習こんな時間まで補習って。今言ったところをしっかりとやっておくように。怖っ先生、怖っ。帰りが遅くなるぞ。お前もうちょっと早く返してくれよ。なんもなんでも6時までだろ。うちの担任、新体育館建設工事の推進派なんだって。ほう。工事関係者のように先生にまた何か怒ったりしないといいけどね。私ちょっとトイレに行ってくるね。嫌なこと言うな。さっきのが担任かな。で、喋らないのがこの左の主人公だったわけだ。で、右が友達の女の子だったんだね。なんかランネーちゃんみたいな声してる子が。ちょっと !8 時 !1 時間も待ってたの?帰ってこないんだ、今の子が。涼子も先生もどこに行ったんだろう。探しに行ってみよう。わー、急に始まるな、ゲーム。え?十字キーでこうやって見回す感じだ。で、十字キーの上と下で動いて、こうやって見回すんですね。視点を変えることはどうやら、なんか怖い音すんな。おお、びっくりした。丸ボタンで調べられる話。はい。特に変わったものはないようだ。話す。誰もいません。ということは、誰かを仲間にして一緒に行動することもできんのかな。これ青鬼みたいにさ、こう近づけないのか。おお、ロッカーの中に隠れますか。りょうこを脅かしてやろっと。ロッカーの中に隠れた。ええー。こういうところに隠れることになるってことだ。ということは追いかけられたりしちゃうってことだよね。いや、怖い怖い怖い。そして動きにくい。なんか、一見バイオハザードのような動かし方って感じだな。俺奥に来てんだけど、行けないんだけど。おお、とりあえず出るか。りょうこはトイレに行ってるはずだから。あるだろう。ちょっと、出して出して出してよ。下側からはいけないのかな。じゃあこっち側から。え、あ、四角で扉を開けることができましたね。BGM。 え、先生、先生。おい、内山、どこ行くんだ。いや、トイレ、涼子ちゃんがトイレから帰ってこないね。ちょっとダメじゃないか、勝手に出歩いちゃ。怖このゲームマジで怖いじゃん。え、動けないね、動けないね。ムービー入るぞ、ムービー。
うわ、顔色悪っ、ダチョウクラブみたいじゃん。いやーって。え、逃げなきゃいけないのこれ。逃げた方がいいやつですかこれ。先生の様子がおかしい。逃げなくちゃ。なんか人形みたいだな。嘘。一の影響室。ちょっと、上の階。四角だ。登るも四角。先生、どっか行った？先生もいないね。よかったー、先生いない。とりあえず、いろんな教室入ってみると、なんか調べられたりするかなー。特にロッカー以外になんかね、気になるものが、見た目で見えたりは、しなさそうですね。教室には入らず、まっすぐ行ってみようか。え？渡り廊下みたいな感じかこれ。え、広いよ。これは体育館？鍵がかかっている。体育館かな？調べる。北校舎扉。こっちは南校舎ってことだ。いきなり投げ出されるなぁ。まあ、昔のゲーム感はありますよね。先生も来てないよね。長い。普通に考えたら、同じ階層の女子トイレに、りょうこちゃんは向かってるはずなんだよ。普通に考えればね。何この走り音。走り音する。うわあ！先生やる！先生やる！帰ろう。帰れんの？怖い。先生はじゃあ、一階にずっとうろうろしてんのか。いや、怖っ。なんか光ってるな。先生の前めっちゃ光ってんな。一回教室に入って、ロッカーに入って、ロッカーまで行けね。ロッカーに入って、びっくりした。ちょっと、あぶねえ。来んのかよ、お前。光ってる。よし。何？調べる。1の A の鍵。はい。これがあれば先生を教室に。ここは ?1 の A。さっきのが1の A か。いやー、もうやめろ、ほんとに。いや、マジで怖いから。入ってくるか？入ってきたね。じゃ、一回1の A に、一回1の A のとこまで行って、ここは、1の B。1の A。一回ここ入るでしょ。一回ここ入って、どっちから入ってくる？こっちね。アイテムどれだ？スタート、セレクト、よし。1の A の鍵を使う。扉に鍵をかけた。え、もう一つも？早く。勝手に動くな。何勝手に動くの？コントローラーバグってんの？さっきからおかしいなと思ったけど。おー何か落ちている。何が落ちてるの？これを、調べる。おー、宿直室の鍵を見つけた。ほい。どうやらこの鍵は先生が落としたものらしい。進んだ。初めから結構怖いことさせんなー。はいはい。調べましょう。どこの鍵かわからんかな。どこだよ、宿直室。なんか1階とかになりそうだな、宿直室。
ん？なんかここに宿直室っぽいのあったな。やっぱ同じ校舎の1階にありましたね。ありました。よし。セーブとかはないの？このゲーム。このゲームセーブはないの？使う。まあ、先生はだってもういないわけだもんね。もう大丈夫なわけですからね。北郎さん、あー、静香ちゃん、結構助かった。あ、先生に閉じ込められてたんだね。突然今西先生が襲ってきて、気がついたらここに閉じ込められて。なんかエロいことされなかった？なんか胴長いね。なんか胸板熱くて胴長いね。そう、稽古も先生に襲われそうになったの？襲われそうっていうか襲われてたけどね、ほとんど。一体どうしちゃったのかしら。なんか体、なんか上半身をニュッて伸ばした感じの体してるね。涼子も先生に襲われていたとは。まるで何かに取り憑かれてるようだったけれど、顔色すげえ悪かったもんね。どうする？あ、ついてきてくれるのかな。なんかずっとこっち見てんの怖いな。夜の学校ってなんか気持ち悪いよね。気持ち悪いし先生怖いし。夜の学校、やっぱ多分体育館をなんもねえな、宿直室。あ、待って、あるね、あったね。南校舎の鍵を見つけました。おい、これで向こう側に入れんだ。ちょっとセーブの方法ちょっと探っていい？はい、セーブはね、なんかある場所でしかできないっぽいんで。でもね、あの、ま、説明書見てたら、なんかこの学校のマップをちょっと見つけたので。怖い。お前怖いんだよ、お前。夜の学校、気持ち悪いよ。お前もなんか気持ち悪いし。北校舎扉、北校舎扉ってことはおかしくなって。やめろ。先生だけだと思う？もうすぐそういうことやる。突然変なこと言い出してどうしたのだろう。急にそういうこと言う。もう連れて行きたくない。もうちょっと個人、もう単独行動取ろうよ。夜の学校って、うるせえお前、変なこと言い出しただろお前。来んじゃねえよ、ついてくんな。しっし、俺はちょっと単独行動取らせてもらうぞ。鍵がかかっている。これをやだな。もう敵の一味になってんのか。新しい体育館を建てることによって、それを嫌がる妖怪の仕業なんだろうね、きっと。音、うん、ああ、夜の学校ってなんか気持ち悪いよね。何回言うんだよそれ。怖い怖い。お前も様子おかしくなってるはずだからな。これ何、この部屋調べる。友達の涼子のことじゃなくて、この扉、友達の涼子じゃないね、この扉は。おお、あ、保健室だ。なんか結構ありそうじゃない？調べる。電話がある。あー、やったー、嬉しい。これは助かるね。多分死んだりもあるんだろう。あの先生に捕まってても多分ゲームオーバーになっただろうから、データ保存させてもらいますよ。これはプレステ3でやってんだけどね。もう15分もやったの俺このゲーム。まだ何もなしていないのに。調べる。体重計だ。最近少し太ったので乗るのが怖い。もっと怖いもあるだろ。散々怖い思いしただろ。保健の先生の机だ。いつも優しい。この向こう側とかクロックタワーとかだったら怖いんだよ、このね、パーテーションというか。なん、特になんもないのか。てか入れないね。よくお世話になるんだ。ここは何もないってことが分かりました。さあ、こっからだよ。なんか保健室あんまりいい扱い受けてないな、こんなちっちゃい。うお、びっくりした。見ろお前、出れないの。校庭通じる非常扉だ。今は閉鎖されていて開かない。こっちの校舎からは1階に行けないってこと？ん？こっちも扉あるな。これは？これ窓？何？どうした？どうした？何驚いたの？ゴキブリよ！なんで？虫が大嫌いなの！お前、お前、
そんなゴキブリとかじゃなくて、あなたは何か取り憑かれたりしてませんか？お願い、気持ち悪いから殺して。ゴキブリを殺しますか？いいのかこれ、ゴキブリ殺して。大丈夫かこれ、だって家にいるゴキブリならまだしもさ。ゴキブリ殺さない、いや、ダメダメダメ、なんか嫌な予感する。ゴキブリ殺しません。踏む気持ちにはならなかった。ゴキブリは逃げて、いやダメダメ、ゴキブリ踏んじゃダメ。なんだよなんだよ夜のが、いや、ゴキブリ殺した方が良かったのか。最終的にさ、ここの時助けたゴキブリが、あの、妖怪に飛びついて俺を助けてくれるみたいな展開あるかもしんないから。お前が取るんか。あれ？これ何かしら。何かあった？おう、北校舎の鍵くれ。北校舎の方へ行ってみようよ。おう、北校舎。南校舎はこれで終わりなのかな。特にアイテムもなさそうですね。扉の割にはなんか結構広そうな場所だな。北校舎に、うっ、びっくりした、怖い、欠けている北校舎が完全に確か反対側なんで、ここでさっきの保健室があった校舎に戻って、先生閉じ込められてるよね。結構、もう、私私ね、もう、私さ、私ってね、何何何ですか蘭姉ちゃん。何でもない。さっきから涼子の様子がちょっとおかしい。ちょっとじゃないだろう。話しかけても同じことしか言わないし。お、北校舎ね。オッケー。ちょっともう一人で行動したいな。北校舎の方へ行こうとしてるだろ今。ここで、お前がやってくれんのか。いちいち怖いなこのゲーム。でも3つの校舎を、うわあ、ムービー入った。いつかを荒らす者は絶対許さない。顔が先生と同じ顔になって、これどうしたい、これどうしたい、逃げるんでしょ、これ逃げるパターンでしょ、これ。ちょっとどうしたらいいの、これ。あ、意識が遠のいていく。え？どうした？あ、過去ここに何があったか教えてくれんのか？なんか合戦場みたいだな、これ。おう。動きはあったか？ん？どうした？ここでなんか合戦を、無本だ無本だ無本だ。今四角が綺麗に切れたようにしか見えなかったけど、ここでなんかあれか、偉い大将のお侍さんが部下に殺されてしまったみたいな、明智光秀みたいなやつの裏切り者が出たみたいな。おそれそれ、おい大丈夫かい。ああ、どうやら気がついたようじゃぞお前が一番怖えよ、目玉。助けに来てくれた妖怪ポストとかに入れてないのにね。なんか妖気を感じたんですかね。体の一部分を立たせて妖気を感じたんですか。君だね、僕を呼んだのは。僕は鬼太郎と言います。なんか俺の鬼太郎のイメージって悟空の声のイメージなんだけど、なんかちょっとそれとはまた違う世代の鬼太郎っぽいな。ちっちゃいな鬼太郎、やっぱ呼んでないよ俺鬼太郎。詳しく話してください。別に呼んでませんよ鬼太郎さん。起こった出来事を鬼太郎に説明した。話早いな。もしかしたら妖怪の仕業かもしれんぞ。もしかしたら妖怪の仕業かもしれんぞ。おお、かすかにですが妖気を感じます。鬼太郎はね、髪の毛がピーンってね、アホ毛みたいに立ったらね、妖怪が近くにいることがわかるんですよ。こうなった原因を調べてみます。茶柱立ったみたいな感じで、なんかおめでたいね。父さんは彼女と一緒にいてあげてください。鬼太郎がいて、鬼太郎がいてよ。何が起こるかわからん。鬼太郎気をつけるんじゃぞちょっと待って、鬼太郎がいてよ。目玉の親父じゃ何もできないよ。下手したら俺の方が強いもん。はい父さん、行かないで行かないで、鬼太郎さん俺と一緒にいてよ。
なんで俺を助けに来たんだろお前。いいのかな目玉。目玉は？あ？1B 内山恵子、美術室まで至急来るように。もう正気を感じられないその声が。美術室か美術室か、妖怪ね。今度は何を企んでおるんじゃ。いや、北郎さん言ってたからちょっと待っときましょうよ。これハテナの、ハテナの後にドッキリのパターン珍しいね。どうでもいいけど。行くの美術室。行くんですか、これ何。あ、カゴの中に虫がいる。ゴキブリ、ゴキブリかな。目玉の親父とは自由には語れないんだね。セーブはない。ここなんだ、これなんか隣の部屋に行けるんだけど。ここは何、この部屋調べる。あ、理科室かな。標本の瓶が並べられている。中にはホルマリン漬けの動物が入っている。あ、生物室と生物準備室ってとこですね。で、美術室どこかなって思って説明書見たんですけど、真横でしたね。真横が美術室。絶対行っちゃダメだと思うけど、いざって時、鬼太郎さんが助けてくれるに違いないので。じゃあこれ、セーブしてーな。生物室。じゃあここが美術室ですね。美術準備室か。あ、あえて準備室から入る。おう。なんかあれだね。物少ない学校だね。断捨離ができてるね。綺麗、本当に。掃除が楽そう。そう、美術室来ましたよ。大丈夫か。まさかそっちから入ってくるとはって思ってるかな。うわあ、二人いるやん。いやー、顔面蒼白になりたくないっす。まあ、でもここで目玉の親父が俺を助けてくれるに違いないんでね。鬼太郎の父ですからね、目玉の親父は。絶対オレオレ詐欺とかやってますやん、その声。おお、来たろ。そうはさせないぞ。来たー、来たろ。おお、何その技。強っ安心やん。助かったわい。助かったわい。放送を聞いてここに来たんだけど、間に合ってよかった。勝手にまさか動かないでくださいって言いましたよねみたいな感じかな。よかったよかった。放送したことがね、よかった。こいつらのミスでしたね。おや、おお、なんだろう、なんか抜けてる。口から何か出てきたぞ。おお、とりあえず陽子の口からは出てないけど。これで先生と君の友達はもうおかしくなったりはしないでしょう。陽子の口からは魂出てないけど、そこ大丈夫。北野さん、二人を操っていたやつを突き止めないと。父さん、行きましょう。なんかちょっと、魂左側に寄ってきてるよ。あの魂大丈夫あの魂大丈夫。北郎さん。おお、魂どっか行ったね。うん、北郎。なんか北郎軽く映るの面白いな。何かを考えてるようだ。声をかけるのやめておこう。北郎なんかあれなのかな。考え事してるときあんまり喋りかけない方がいいタイプかな。北校舎の鍵と校長室の鍵。おお、二つも見つけた。おい、どっちから行くべきなんだ。北校舎の、あー、なるほど、涼子が持ってたままだったんだね。校長室の鍵は先生が落としたものらしい。この先生校長になりたかったのかな。で、ちょっと校長室の鍵パクっとこうみたいな。気を失っている。なるほど、美術室だから、校長室がね、うん、校長室さらに真横ですね。なんか話早いな迷わず行ける感じしますね。もう北郎離れないでよ、本当に。カランコロンっていう音がすごい安心感ありますもん。ただちょっと映り込むの怖い。あー、なんか話したら怒るタイプ。うわー、びっくりした。北郎ほら、ちょっと待って、俺ちょっとずつ左押すよ。一瞬北郎怖い時になるから。ほい、おー、怖い鬼太郎さん怖いっすよ、それ。勘弁してくださいよ。ここが、
校長室の扉もうちょっと豪華にしてあげて。旧校舎とかなのかな、古い話なのかな。旧校長室の鍵を、併用って何なんだろうね。合体してなんか作るみたいなのがあんのかな。鍵を開けた。校長が取り憑かれてるとかあるかな。校長がだって絶対新体育館作ろうとしてたんだもんね。優勝旗みたいなのがあるぞ。これは合唱コンクールの優勝旗だ。今年もコンクールで優勝したのでここに飾られている。合唱が得意なあれかな、学校なのかな。校長室の机の引き出しの中からアメとクッキーを見つけた。校長かわいい。やっぱ頭使うか。あ、道理で校長先生は太っているわけだ。見なかったことにしよう。見なかったことにしようじゃねえよ。でこういうお茶目がね、少し助かるわけですよ。待って、なんか血がついた刀ある。校長がこんなものをここに置いているからでしょ。なんかさ、あの新しい体育館作るときに工事してて出てきたんだよね。出土されたんだよこれ、昔の何かが。飾り物の刀の鞘を見つけた。おい、鞘ってことはやっぱ刀本体もあるはずだから、それを鞘に収めると大丈夫みたいな。え、何これ、受賞大会、なんかあれかな、そろばんみたいなやつかな。とピアノコンクールでもらったトロフィーだ。ちょ、北郎さん、なんか分かりましたか。むんすごく考え込んでるね。今日の晩ご飯何にしようかなみたいな、ココイチにしようかなみたいな感じで考えてるのかな。北校舎に多分行けばいいんだよね絶対。うん、北校舎をあんまり多分調べられてないから、北校舎にちょっと行きましょう。あ、これ調べるってどうだ。豪華な装飾が施されている。特に何、あ、鞘と刀を手に入れて併用とかありそうだな。よし、これ、おい、鍵を開けたと。北校舎がですね、何この音。なんだろう今の大きな唸り声は。ちょ、離れないでね北郎。外の方からじゃな。外になんかいるんですか。父さん、僕はちょっと様子を見。なんでなんでなんなんで、俺と一緒にいりゃええやん。彼女を頼みます。なんで、ちょっと彼女を頼みますって、北のレベル50ぐらいあったら目玉のやつレベル1ぐらいだよ。何の役にも立たん。わー、すげー走っていく。すごい直角に曲がる。ついていきましょう。あ、この電話いいんじゃない。すいません。よし、オッケー。じゃあ外出て何かのイベントが起こるかどうかちょっとチェックしてみようかな。はい、セーブ中。おい、さあ北郎戦ってんのかな。なんか敵の合戦のね、なんか鎧武者ゾンビみたいなやつとさ。おお、広いなー、このポリゴンの荒さ、懐かしいね。ん、え、北郎さんどこ行ったの。この校庭のどっかにいるでしょ。いねえな。ここで帰るわけにいかない。いや、帰った方が絶対にいいと思うよね。え、友達もいるけども、確かに走ったりできないのかな。北郎いねえし、北郎どこ行ったし。え、北郎外出てったよな。レトルトさーん、